この動画では腱板損傷の画像診断について扱っていきます。腱板損傷に関してはレントゲンや CT では診断ができず、 MRI が重要な役割を果たすため、放線技師も MRI で関わる機会が多い疾患だと思いますけれども、逆に言うとこれを診断するために MRI があると言っても過言ではないくらい重要な疾患でもあります。この動画の目標としては、腱板損傷の病態について知ること、腱板損傷の画像診断のポイントを理解すること、画像から予想できる予後不良因子を理解すること、腱板以外のチェックポイントを理解することをテーマに話していきたいと思います。キーワードについては、これらのキーワードについて詳しく説明させていただきます。また、腱板の解剖に関しては、肩関節の筋肉の解剖という別の動画を作っていますので、こちらの基礎が不十分な方は、まずそれを見て、基礎を固めてから、疾患について知っていただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。まず、腱板の解剖について簡単に復習していきたいと思います。肩関節周囲の筋肉については別動画でかなり詳しく扱っていますので、解剖を一から勉強したいという方はその動画をご覧ください。今回は簡単に復習しますが、肩関節というのは上腕骨と肩甲骨からなっていますが、上腕骨が肩甲骨の関節下というお皿の部分に剣玉のようにはまり込む構造をしています。その構造上、簡単に脱臼してしまう関節となっていますが、このような4つの筋肉が包み込むことによって、脱臼を防止し、肩関節の安定性を図っています。このような4つの筋肉のことを、ローテーターカフ、もしくは腱板と言います。この腱板に関しては、前側にある肩甲下筋、上側にある棘上筋、後ろ側にある棘下筋と小円筋の4つからなっていますけれども、腱の部分ですね、筋肉が骨に付着する部分が板状となっているため、日本語では腱板と言います。この腱板に、が損傷してしまうことを腱板損傷と言いますけれども、今回の動画ではこの腱板損傷の画像診断をメインにお話をしていきます。先ほど説明した通り、腱板は肩甲下筋、棘上筋、棘下筋、小円筋の4つからなっていますが、画像診断でよく扱われるのは、この棘上筋の画像診断となります。なぜこの棘上筋がピックアップされやすいのかというと、この棘上筋の下側には上腕骨があり、上側には肩甲骨のうち肩峰の部分がここにあります。さらに、周囲の靭帯などを描出してみると、羽甲突起と肩峰の間に、このような、羽甲肩峰靭帯という靭帯があります。この羽甲肩峰靭帯と肩峰の部分を合わせて、羽甲肩峰アーチと言いますけれども、この棘上筋を主人公にして考えると、下側には上腕骨があり、上側には羽甲肩峰アーチがあり、下にも上にも硬い構造物がありますので、手を上げるために、この棘上筋というのは大きな摩擦にさらされることになります。よって4つの腱板を構成する筋肉のうち、一番最初にやはりダメージを受けるのはこの棘上筋ということになり、この棘上筋から切れるというのが運命となっています。この動画でも棘上筋腱の損傷や断裂の画像診断をメインにお話ししていきたいと思います。腱板損傷については、名前の通り腱板が損傷してしまうことですが、腱板を構成する棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋のうち、どの部分が損傷するかによって、このコリンの分類がなされています。その全ての分類において、この棘上筋の部分が黒塗りされており、この棘上筋腱の損傷が最も重要ということになります。この動画でも棘上筋腱の損傷を中心にお話を進めていきます。また、腱板損傷の進行については、まず、腱板の微細損傷や変性により、肩関節可動時に疼痛を生じ、運動障害をきたす腱板腱症。腱板の層の一部が切れ、関節包や滑液包の液体が流れ込む腱板部分断裂。腱板の層がすべて切れ、関節包と滑液包が交通してしまう腱板前層断裂。上腕骨及び関節下の軟骨の消失。骨の吸収が起こって正常な関節の形態が失われる変形性肩関節症の順番に進行していくとされています。腱板損傷の原因としては、外傷性と非外傷性があります。外傷性の場合は、例えば転倒してしまったとか、スポーツ障害などが挙げられますが、40歳以下に多いとされています。非外傷性に関しては、変性や腱峰下、インピンジメントが原因で徐々に進行していく特徴があります。
この憲法下インピンジメントというのは、棘上筋が上腕骨頭と憲法に挟まれているという話はすでにさせていただきましたが、憲法との間で衝突が起き、徐々にダメージを受けていくというのがこの憲法下インピンジメントです。よって腱板損傷に関しては棘上筋の損傷が非常に多いとされています。この非外傷性に関しては40歳以上、特に60歳代に多いとされ、性別としては男性に多く、利き腕のある右肩に後発するとされています。腱板損傷の症状としては、手を伸ばすと痛いとか、支えないと手が下げられないとか、また回旋動作の能力が低下するので手を上げると肩ごと上がるなどが典型的な症状とされています。それでは腱板断裂の画像診断のポイントについて見ていきます。腱板断裂というのは当然関節鏡で見ないと断裂自体は見えないわけですけれども、 MRI でどのように断裂を見ていくのかについてポイントを整理していきます。最大のポイントは、断裂しているということはその部分に当然ですが腱板はありませんので、その部分に空隙ができることになります。肩関節の周囲には、例えば筋肉との摩擦を減らすために滑液法というものがあったり、関節を構成する骨同士の摩擦刺激を減らすために関節法というものがあります。そして棘上筋というのはこの1番から5番のように5層構造ということになっていますけれども、例えばこの1番や2番のように上の方に断裂が起きてしまった場合には、この部分に空洞ができてしまいますので、その上を構成する腱硬化滑液法などから液体が流れ込んできます。MRI では断裂自体は見えませんが、この流れ込んでいる液体は見ることができますので、その液体を持って診断をするというのがポイントとなります。4番や5番のように下の方の層が断裂してしまった場合には、この部分に空隙ができますので、関節包からの水が入り込んできます。この入り込んでくる水をチェックするというのが最大のポイントとなります。チェックポイントとしては、関節包が断裂し関節液が流れ込む、もしくは滑液法則が断裂し滑液法の液体が流れ込むのどっちかなのか、もしくは実質自体が断裂しているのかをチェックする必要があります。また液体が流れ込んできますので、その液体というのは T2 強調画像系のシーケンスで非常に高信号となります。炎症の場合はあくまで炎症ですので、高信号といってもグレー程度の信号の強さですけれども、その信号の強さによって断裂なのか炎症なのかをある程度区別することができます。また腱板自体を見るだけではなく、その他腱板損傷を示唆する所見もチェックする必要があります。腱板損傷の画像診断では、周囲の邪魔な脂肪を抑制し、水を高信号で病出する脂肪抑制の T2 強調画像がよく用いられます。棘上筋腱の層構造のうち、一部の層が断裂し、その部分に浸出液が入り込んだ状態を部分断裂と言いますが、部分断裂は3つの分類がされます。この関節包の部分の層の棘上筋が断裂し、関節液が流入した状態を関節側の部分断裂、アーティキュラーサイド。腱硬化三角筋化滑液法化の棘上筋が断裂し、その部分に滑液が流入した状態を滑液法則の部分断裂、バーサルサイド。真ん中の方の層がこのように水平方向に断裂することを実質内、インタースティシャルと分類します。腱板の部分断裂があった場合には、治療方針の決定のために重症度分類をしていく必要があります。そこでよく使われるのが部分断裂のエルマン分類です。このエルマン分類では、まず部分断裂がどちらの方向にあるのか、つまり関節側の部分断裂なのか、滑液法則の部分断裂なのかについて言及し、腱板の厚みを12ミリと仮定し、どれぐらいの深さにわたって断裂があるのかによって分類されます。 25% 未満のグレード1、25% から 50% 未満のグレード2、50% 以上のグレード3ということになります。深さのミリメートル単位では3ミリ未満、3から6ミリ、6ミリより大きいということになります。特にこの中で重要なのは、グレード3、つまり 50% 以上の断裂があるのかが特に重要で、このグレード3に関しては手術が治療方針として考慮されるため、いわゆる 50% ルールとして認識しておく必要があります。棘上筋腱の部分断裂にはいくつか専門用語がありますので、ここで整理したいと思います。こちらの症例は棘上筋腱の大結節付着部で、関節液
側の部分損傷が見られます。このような大結節付着部の関節束の部分断裂のことを亀裂断裂リムレントティアと言います。また関節束の部分断裂がありこのような相関剥離を生じた症例をパーシャルアーティキュラースープラスパイネータステンドアバルチョンズパスタと言います。この相関剥離については後で詳しく説明したいと思います。また棘上筋腱の部分断裂があった場合には多くはこの大結節付着部かもしくはこの大結節付着部から1センチから 1.5 センチほど離れたこの部分に断裂があることが多いです。そのうちこの大結節付着部から1から 1.5 センチほど近位の部分のことをクリティカルゾーンと言います。腱板が微細損傷や変性によってダメージを受ける腱板腱鞘から実際に断裂する部分断裂へと進行していくわけですが、その2つを鑑別することは、難しい場合がありますが、いくつかの鑑別ポイントがあります。こちらは腱板腱鞘と部分断裂の症例を並べて見たものですけれども、腱板腱鞘の場合にはこのような腱板に高信号がありますが、腱板の連続性は保たれています。それに対して部分断裂は実際にこの部分の腱板が断裂し滑液法則から液体が入り込んでいるというのが鑑別点となります。また T2 強調画像などの高信号を探すわけですが、その高信号の強さにも差があり、部分断裂の場合には浸出液が入り込むため非常に強い高信号となりますが、腱板腱鞘の場合には炎症の段階でとどまっているため高信号といってもグレーっぽい信号で収まっています。また腱板が主張しているのか被曝化しているのかも鑑別点となり、腱板腱鞘の場合は炎症を反映し腱板が主張しますけれども、部分断裂の場合には実際に断裂していることを反映し腱板が被曝化するというのも鑑別点となります。棘上筋腱の総構造のうち滑液法則と関節法則のすべての層にわたって断裂をした場合には前層断裂と診断されます。こちらは腱鞘か滑液法と関節法が完全に連続することになりますので、その部分を水信号の滑液が貯留するという所見が得られます。こちらは非常に分かりやすいため前層断裂の MRI の診断能はほぼ 100% と言われています。またこの断裂した端っこのこの断端の部分に注目することも非常に重要で、この断端の部分が引き込みを起こしたり、またこの症例のように断端が主張している場合には新生な断裂もしくは活動性の断裂が示唆されます。棘上筋腱の前層断裂が起きた場合には関節法則から滑液法則までにかけて棘上筋が欠損するわけですけれども、その断裂端の位置によって重症度が分類されます。このパッドの分類では断裂端が付着部付近に存在する場合をグレード1、断裂端が骨頭レベルに存在する場合をグレード2、さらに引き込まれ関節下の部分まで達した場合をグレード3と分類する方法です。また断裂状のサイズによって分類するコフィールド分類というのもよく用いられ、断裂症が1センチ未満の場合をスモール、1センチ以上3センチ未満の場合をミドル、3センチ以上5センチ未満の場合をラージ、断裂症が5センチ以上あるいは2つ以上の前層断裂があった場合にはマッシブと分類する方法です。これらの重症度によって治療方針の決定や用が良いのか悪いのか、また断裂の再発に影響するとされています。またコフィールド分類のように断裂状のサイズを計測する場合には、例えばシャー環状断とシャー四状断2つの方向でこれのサイズこれのサイズというふうに、2方向は最低サイズを計測する必要があります。またパッドの分類グレード3やコフィールド分類のラージやマッシブのように短縮が高度になると、その腱板を伸ばすだけでは修復ができず、腱移植術や広背筋移植術などの治療の適用となります。棘上筋腱は層構造となっており、その層と層の間で水平方向に裂け目が生じる場合があります。このような裂け目を層間剥離デラミネーションと言います。この所見は関節鏡では非常に見づらく、画像診断で指摘することが非常に重要な所見と言われています。こちらの症例のように前層断裂でデラミネーションが生じた場合には、滑液法則と関節法則それぞれに断端があり、その断端の引き込みの程度が異なる場合があります。
こちらを手術する場合には、この活液法則の断端、関節法則の断端、それぞれ縫い付ける必要があるため、術前評価が非常に重要となります。相関剥離の分類としては、前層断裂に相関剥離を伴っているものをタイプ1、部分断裂に相関剥離を伴っているものをタイプ2と分類します。前層断裂に相関剥離が伴っているタイプ1の場合には、関節束と活液法則両方に断裂が起こっていますが、こちらの図のように関節束の断端の方がより引き込まれている場合をタイプ 1A、 活液法則の断端がより引き込まれている場合をタイプ 1B、 両方とも同じくらいの場合をタイプ 1C と分類します。部分断裂での相関剥離の症例では、関節束に部分断裂が生じ引き込まれている場合をタイプ 2A、活液法則に部分断裂が生じ引き込まれている場合をタイプ 2B、 関節束、活液法則両方ともくっついていますが、この真ん中の実質内で水平方向の亀裂が入っている場合をタイプ 2C と分類します。腱板断裂が起きた際には、断裂した腱板を構成する筋肉がダメージを受け、筋萎縮や脂肪変性が進みます。そうすると筋肉の収縮能力が低下し、せっかく手術をしてもまた再断裂を起こしたり、機能予後が大きく不良してになってしまうため、筋萎縮や脂肪変性を評価することは非常に重要です。筋萎縮に関してはシャーシ上段でのこのタンジェントサインと呼ばれる方法が肝面で、右後突起の上の部分と肩甲極の上の部分を直線上に結び、正常な棘上筋というのは上に膨らみを持つためこの部分を通過しますが、どん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 萎縮していくにつれてこのように下回っていくということを評価していく方法です。こちらの症例ではこの直線よりもやや下の方にあり、このモデレートあたりの分類かと思われます。またより正確に評価していく場合には、このトマゾー分類という分類がなされ、棘上筋が収まる棘上下と実際に棘上筋の面積を比較し、その比で評価していきます。面積比が 1.0 から 0.6 の場合にはステージ1の軽度の萎縮、 0.6 から 0.4 の場合にはステージ2の中等度の萎縮、 0.4 未満の場合にはステージ3の高度の萎縮ということになります。また撮影する放線技師としては、特にこのタンジェントサインに関してはこの Y ビューが見える断面が非常に重要ですので、この範囲を必ず撮像範囲に含めるようにします。腱板損傷になってしまった筋肉というのは萎縮するとともに、この画像のように皮下脂肪と同じ高信号が筋肉内に存在し、このような霜降り状となってしまいます。このような脂肪変性を起こした場合には、こちらも腱板修復後の治療成績が低下し、再断裂率が高くなる予後不良因子として知られています。このような脂肪変性はグータリエル分類という分類で重症度が評価され、正常な筋肉のように脂肪沈着が全くないものをグレード0、わずかな索状の脂肪があるものがグレード1、筋肉の方が脂肪よりも割合として多いものがグレード2、筋肉と脂肪が大体同じ割合のこのものがグレード3、脂肪の方が多い場合をグレード4と分類していきます。脂肪変性の評価に関しては CT でもある程度評価が可能で、CT は水よりも CT 値が低く低信号として描出されるため、このような筋肉と脂肪のコントラストから判断していきます。このような脂肪変性の評価に関しては筋萎縮よりも早期に検出できるメリットがあるとされていますけれども、そもそも高齢者、肥満患者、糖尿病患者などではもともと脂肪変性が強いという特徴があり、そのような特徴には注意が必要です。腱板断裂後の予後不良因子としては、断裂の重症度が大きいほど、また腱板やそれを構成する筋肉がよりダメージを受けているほど予後が不良となります。具体的には当然部分断裂よりも前層断裂の方が予後が悪いですし、前層断裂の中でも引き込みが大きく大断裂や広範囲断裂の方が重症度は高くなります。また急性期の断裂に関しては、それを腱板を構成する筋肉は比較的健康ですので、その後の予後はいい場合が多いですけれども、何年もかけて慢性的に断裂してしまった症例というのは同時に筋肉自体もダメージを受けているため、その後の予後が不良となります。またそれに関連する話ですが、筋肉自体の萎縮が起こってしまったり、脂肪変性が進行している場合は予後が不良となります。
また棘上筋腱だけではなく肩甲下筋の断裂を合併している場合、また3コンポーネンツ以上の多数の腱板が断裂している場合には横が不良となります。最後に腱板断裂に随伴する所見について見ていきたいと思います。これらの所見は腱板断裂があった際に高頻度に合併する所見で、逆にこれらの所見があった場合には腱板に断裂があるかもしれないというヒントを持って画像を見ることができます。腱硬化、三角筋化、活液法の液体貯留、腱硬化、骨髄などのインピンジメントを示す所見、大結節前方の嚢胞性変化、筋肉の浮腫や嚢胞性変化、右硬化、活液法の液体貯留、上腕二頭筋長頭腱の断裂や内包変異、上腕骨の上方転移、腱鎖関節嚢胞の所見について説明していきます。棘上筋は下側には硬い上腕骨頭があり、上側にはまた硬い肩峰や右硬肩峰靭帯などの構造があるため、摩擦刺激によって断裂を起こしやすいということは先に述べましたが、肩峰と棘上筋の間には肩峰下活液法というクッションのような作用をする活液法があります。活液法の解剖については別の解剖で詳しく述べたのでそちらを参照いただきたいんですが、特に重要な活液法として肩峰と棘上筋の間の肩峰下活液法、そして三角筋との間にある三角筋下活液法が重要となります。実際には肩峰下活液法と三角筋下活液法は連続していますので、肩峰下三角筋下活液法とは一緒くたにされやすいですけれども、この部分の活液法というのは普段は全く見えないか見えてもごくわずかな液体貯留となります。しかし実際に棘上筋がダメージを受けている場合にはその摩擦刺激を軽減しようと活液を産生します。それを反映し自動的に肩峰下三角筋下活液法の液体貯留が見えてくることになりますが、これが見えてくるということは実際に棘上筋に負担がかかっているということなんですので、棘上筋の断裂を示唆する一つの所見となります。続いての随伴所見はインピンジメントを示す所見です。このインピンジメントというのは衝突という意味がある言葉で、棘上筋の上には肩峰や右硬肩峰靭帯といった硬い構造物があり、手を上げるために棘上筋とそれらの構造物が衝突を起こすことになります。その摩擦刺激によって棘上筋がダメージを受けていくわけですけれども、肩峰の環境というのも重要で、例えばこの症例のように肩峰の下にこのように下に尖る骨棘があったりすると、手を上げるためにこの骨棘と衝突を起こすことによってダメージを受けてきます。また肩峰の形状も重要で、このビグリアニの分類のタイプ3のように下側にフックしているような肩峰の場合にはインピンジメントの影響を受けやすくなります。また正常変異としてオスアグロミアーレというものも知られています。こちらは肩峰というのはもともと4つの骨から構成されており、成長とともに融合していくわけですけれども、こちらの症例のようにこちらの融合不全が生じ、あたかもこの部分が2つに分かれているように見えます。このような肩峰の正常変異があった場合にもインピンジメントの影響を受けやすいとされています。逆に言うとこれらの所見があった場合には棘上筋腱の断裂を強く疑うことになります。棘上筋腱に損傷がある場合には、その棘上筋の付着部である大結節の前方にこのような嚢胞性変化が起こる場合があります。この嚢胞性変化に関しては棘上筋腱の断裂とかなり高頻度に合併するとされており、このような嚢胞性変化を見た場合には棘上筋に断裂があるのではないかという目で見る必要があります。こちらの症例ではこの棘上筋の肩峰下活液法の活液法則と関節法則の連続性が見受けられ、前層断裂の症例となります。大結節の前方の嚢胞については棘上筋腱の付着部となりますが、このような大結節の後方にも嚢胞性変化がある場合があります。こちらは棘下筋腱の付着部となりますが、大結節の後方の嚢胞は主に加齢と関連し、棘下筋腱の断裂とは関連しないとされています。よってこのような嚢胞性変化を見る場合には大結節の前方部分に注目することが重要です。腱板断裂によってダメージを受けた腱を構成する筋肉に浮腫性変化や嚢胞性変化が起こる場合もあります。こちらの症例では脂肪抑制の T2 強調画像で棘上筋腱の浮腫性変化が目立つ症例です。またこちらの症例は棘上筋自体に嚢胞性変化があったり、こちらの症例では棘下筋腱に嚢胞性変化があります。
鍵盤損傷が起きていることを示唆する重要な所見に右硬化滑液法の液体貯留があります。肩関節周囲には多数の滑液法がありますが、こちらは、肩関節の関節法と滑液法という動画で詳しく紹介させていただいているので、そちらをまた見ていただきたいんですが、右硬突起の真下に肩硬化滑液法という滑液法があります。こちらは関節法と連続している滑液法となりますので、この部分に液体が溜まっていても特に不思議ではありませんが、この肩硬化筋と右硬腕筋上腕二頭筋担当の接合部のこの筋肉の間の右硬化滑液法に液体貯留があった場合は異常事態ということになります。こちらに液体貯留があった場合には腱板損傷や腱板側部病変と密接な関連があると言われています。シャーシ上段を見た際には必ずこの右硬化滑液法の液体貯留をチェックしておくと、もし液体貯留があった際には腱板損傷があるかもしれないという目で他の画像を見ることができますので、必ずこの滑液法はチェックしましょう。続いて上腕二頭筋長頭腱の内包変異についてです。まず正常画像を確認してみると、肩硬化筋が付着する小結節と棘上筋や棘下筋が付着する大結節の間にはこの結節間孔がありますが、上腕二頭筋長頭腱はこの結節間孔を走行しています。そしてこの横を上腕靭帯によって場所が保たれているわけですけれども、肩硬化筋や棘上筋腱が損傷してしまった場合には同時にこの横を上腕靭帯も損傷し、このような結節間孔から内側に移動してしまう内包変異が起きてしまいます。逆に言うと、この上腕二頭筋長頭腱の内包変異があった場合には棘上筋腱や肩硬化筋腱の損傷が示唆されるわけですが、こちらの症例では棘上筋腱の前層断裂によってこのような内包変異が起きた症例、また肩硬化筋腱の断裂が起きた場合にはこのような肩硬化筋腱が走行する部分に断裂が起き液体が流れ込むということが起きます。よってこの部分が液体信号に置き換わっていくわけですけれども、上腕二頭筋長頭腱の内包変異があった場合には必ずこのような棘上筋腱や肩硬化筋腱の断裂があるのかどうかについてチェックする必要があります。なお上腕二頭筋長頭腱関係の疾患については腱板側部の損傷という動画を別で今作成中ですので、そちらの方でも詳しく述べていく予定です。続いて上腕骨頭の上方転移についてです。腱板断裂が起きた際には腱板はそもそも肩関節が脱臼しないような安定性を作る機構となっているため、当然損傷を受けてしまうと重力によって上腕骨頭が下に落ちようとするわけですけれども、実際には三角筋が代償的に収縮して逆に上腕骨頭が上に上がってしまいます。そうすることによって肩峰と上腕骨頭との距離がどんどん縮まってしまいます。このようなさらに不安定を助長するような作用が起こってくると、肩甲上腕関節の不安定性による関節症が生じ、腱板断裂関節症、カフティアアルスロパチといわれる病態になります。最後に紹介する随伴所見は、腱鎖関節嚢胞です。こちらの症例は、腱鎖関節の上のこの皮下の部分に嚢胞が生じていますけれども、こちらは腱板断裂によって肩の不安定性が生じるわけですが、それによって二次的な変形性変化や機械的刺激が加わることによって、肩甲上腕関節と腱鎖関節が連続してしまいます。そうすると、肩甲上腕関節側にある関節液が腱鎖関節に流れ込み、最終的にはこのような間欠泉のように関節液が皮下に流出してしまいます。それによって生じる嚢胞とされていますが、この間欠泉というのは周期的に噴き出す温泉のことで、英語でガイザーというため、このようなサインをガイザーサインと言います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は腱板損傷の画像診断についてまとめさせていただきました。腱板損傷についてはこれを見るために MRI があると言っても過言ではない重要な疾患であるため、動画が非常に長くなったと思いますけれども、これ以上ないくらい詳しく内容を盛り込ませていただきました。画像診断のポイントとしては、腱板断裂があるということは必ずその部分に液体が入り込んでくることになるため、断裂部に流れ込む浸出液に注目するというのが最大のポイントでした。また腱板断裂が起きた場合には部分断裂から前層断裂へと進行していきますけれども、それぞれの断裂で重症度評価の方法について詳しく
説明させていただきました。部分断裂ではエルマン分類、前層断裂では引き込みの程度によってパッドの分類やコフィールド分類がありました。また腱だけではなく、その腱を構成する筋肉の萎縮や脂肪変性の評価をすることも重要です。こちらもトマゾー分類やグータリエル分類を紹介させていただきました。また腱板や筋肉以外にもその他随伴所腱について一つ一つ詳しく見ていきました。撮影する放線技師としては常に読影する意識を持ち、読影する医者が見やすい適切な画像を提供しようとする意思を持って撮影に臨むことが大切だと考えます。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。スライド作成にあたって参考に差し押す気は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。